聞こえる？聞こえますか？どこや？こういう時の定番で会いたかった、会いたかったね。あ、聞こえた？よかった。もうずっと聞こえますってずっと呼びかけてました。ワクワク。ピノさんピカピカありがとうございます。福山のタコさんこんばんこんばんは。パパパさんこんばんこんばんは、ありがとうございます。オリゼさんこんばんこんばんは。聞こえた、おかえり、よかった。危なかった。危ない危ない。テロップに観覧OKしますって書いとく。しょうくんさんこんばんこんばんは。どうしよう、1曲目なんか私ね見たんですよ、お隣に今ねお部屋にねいるかっていうのをね確認したらお二人ともいたんですよ。やからね、あ、もう大きい声出せんかも。ジュニアさんハートたくさんありがとうございます。リズム&暴力さん E4 ありがとうございます。ヤマちゃんさんハートありがとうございます。ジュニアさん、あ、たくさんハートありがとうございます。ヤマちゃんさんもハートありがとうございます。ズレズレさんハートありがとうございます。カラオケ配信ポストしてきました、ありがとうございます。布団の中に入って歌ってみては。何の意味があるんそれ。リコーダー配信とは見逃した。リコーダーであの今ならばを吹かせていただきました。あの毎日するって決めてるので明日も多分吹くと思います。だからぜひ明日も見に来てください。どうしよう、これ一旦イヤホンさしたらいいんかな。イヤホンさしてもなんか勝手にエコー入ったりせんかな。これカラオケ選んでる時も声聞こえるやつ入るかな。でシンプルにやっぱなぎいちとかがいいんかな。いっぱいある、めっちゃある。甘神姫、アーモンドクロワッサン計画、あー1週間全部が月曜日ならいいのに、めちゃくちゃ大好きな曲。イビサガール、オーマイガー。あ、そういうことか、布団の中ね。え、なんかありやな、確かに。ちょっとは抑えられそう。ちょっと布団の中は無理なんで、あの布団をこっちに持ってきますね。布団持ってきます。布団を、布団の中でやるのはちょっとやばいんで、この今座ってるところで自分をこう布団で囲うっていう。よしんさんこんばんは。リコーダー配信は最先端、最先端なんかな、逆になんか古くなってるような気がするけど。ケンさん落とし穴、あー可愛い曲あるかな。え、あ、でもちょっと防音効果ある。息できんかも。中年ジェットさん、ヨッシンさん、キラキラありがとうございます。歌を、何がいいかな。ヨッシンさん星ありがとうございます。じゃあなぎいちいっとくか。1曲目なんで。待ってください、よいしょ。
めちゃめちゃ緊張する。待って、めっちゃ緊張する。歌うね。じゃあやり方どうやったっけ。起き、どう、大丈夫ですか。あ、聞こえますか。いい感じ。コールしやすいしてください。灼熱の砂浜、寝そべった水着ショー、海のその青さ、空まで染みる、散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んじゃえ。そばにいすぎて慣れてしまった、大事なものがここにあるよ、きっと思い出せ。渚で一番可愛いが、あなたはどの子を指さすの。凪一はっきりしようじゃないか。夏の恋は誰と誰とする。いけてた、大丈夫。マサッチさん、ヒョウ柄のタコさん、ありがとうございます。半端ない太陽、照りつける光と影、どこが暑いかとか見当つかない、どれくらい思えば愛しさを形にして、あなたまでちゃんと伝わるの。友達じゃなく恋人じゃない、自由な距離さ、いつの日にかきっとわかるんだ。凪沙で一番可愛いが、当然私は自信ある。凪一白黒つけようじゃないか。夢の中でキスをキスをしよう。え、一瞬なんかリバーブみたいなのかけたんですけど、ある方が良かったですか。どうやろう。凪沙で一番可愛いが、あなたはどの子を指さすの。凪一はっきりしようじゃないか。答えなさい、誰と誰と。恋は結局私でしょう。よかったかな。どこまで行ったかな。アベベさん、音符たくさんありがとうございます。ヨシさん、こんばんは、こんばんは。ウサピョンさん、こんばんは。トライアゲインさん、今日も来てくださってありがとうございます。ああ、松潤さんや。よし、あ、緊張した。よかった、よかったよ。ゼーゼーさん、ハートたくさんありがとうございます。よかった。なんかさ、途中でなんかリバーブ、多分エコーみたいなやつ
入れたんですけど、あった方が良かった、なかった方が良かったかな。あとめっちゃさ、なんか息みたいなめっちゃ入っちゃってたよね。歌声めっちゃ可愛くてキュン、よかった。なぎさんくらい。それはどういうことかな。上がっていったら2に行くんかな。よかったってことなんかな。なぎさんか。いいゆだなさん、あ、今日も来てくださってありがとうございます。その息遣いが好き。今のでちゃんとなんていうの、音の量と私の声のあれちょうどよかったですか。エピオンさんこんばん、こんばんは。あー緊張した。よかったよ、よかった。最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょうどよかった、よかった。調整、そう。まずさ、始めた瞬間に何、自分で聞く分にめちゃくちゃ音が大きくなっちゃってて最大だったんで問題ない、よかった。じゃあエコーもなしでいいかな、今のまんまで。次は何がいいかな。どうやって選ぶんけ、次こうか。何か逆になんかないかな。もう私にとっていっぱいありすぎて、決勝、片思いよりも思い出を、いいね。じゃあ先に片思いよりも思い出をいこうかな。歌えるかな、どこだ。めっちゃ好きな曲です、私も。じゃあその次決勝多分あったと思うので歌いますね。その後ユリイカ行こうかな。じゃあよし、審査しておきますね。うわー緊張する、それは。太陽が背中向けて君を連れ去ったんだ。校舎の斜めの影が僕の心に刺さっているよ。告白をしない方がよかったかもなんて落ち込む僕に振り向いて、でもありがとうって君が言った。グレーの制服が眩しかった、あたりは暗いのに輝いていたはず。恋さ、片思いよりも僕は思い出を選んだんだ。君の素敵な笑顔は最高の収穫さ。向き合い見つめ合って気持ち伝えられたこと、僕の願いは叶わなくてもなぜか叫びたいほどすがすがしい。めっちゃ声震えてる。遠くから眺めててもわからないことがある。
勇気を出して近づいて美しい真実が見える。気遣う優しさが嬉しかった。君を好きになって、僕の目は正しかったよ。両思いよりもずっと永遠に続くだろう。それは負け惜しみじゃなく本当のことなんだ。痛みはあったけれど愛の意味を学んだ。君と出会って恋をしたこと、いつか大人になってキュンとしたい。めちゃくちゃちょっと緊張してる。片思いよりも僕は思い出を選んだんだ。君の素敵な笑顔は最高の収穫さ。向き合い見つめ合って気持ち伝えられたこと、僕の願いは叶わなくてもなぜか叫びたいほどすがすがしい。アベベさん音符ありがとうございます。はあ、入りました。超絶かわいい、いい4、ありがとうございます。アベベさん音符ありがとうございます。なんやったっけ、翼さん、それミラーボールありがとうございます。いい感じ、よかった。超絶かわいい、いい4。翼さんピンクのペンライトありがとうございます。いい緊張感。隣人に気を使いながら歌ってる感じめっちゃ好き。めっちゃね、縮こまって歌ってます、布団かぶって。パチパチ、よかった、素晴らしい、よかった。緊張する、もうずっと緊張してる。次が決勝か、待ってね。多分苦手な気がする。決勝歌えるかな。姿が目に浮かぶ布団かぶってる感じ。お茶飲みますね。はあ、深呼吸、深呼吸しよう。なんかさ、こんなさ、たくさんの人にさ自分の歌聞かれてると思ったらさね、なんかダブルで緊張が、この隣の人に聞かれるっていうのと、このスマホ通したらもうこんだけたくさんの人に聞かれてるって思ったらもう緊張がやばい。決勝行きます、じゃあ。うん、よし、うえいえ、うえいえ、うえいえ、ベンチで寄り添うカップルたち、日差し側のように、大事なもの包んでる。秋風並木道を過ぎたら、広い枯葉が住まい、その足元
元渦になる君といつかは恋人のようにそばにいる、それだけで全て分かり合えるのかな、まるで愛の結晶さ、長い時間かけながらもっと好きになって形ができてゆく、意識しないまま思いやりが育まれ、寒そうな季節が来たって気にならない、うえいえ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 、誰かの名を呼ぶテニスコート、ボールを打ち合う音、会話のように聞こえるよ、周りは何も関係ないんだ、今の二人の世界は見つめ合うのが幸せ、僕もどこかで告白をして、特別な微笑みで言葉いらなくなるのかな、それが愛の結晶さ、何本もお互い信じ合って輪郭生まれてく、思い少しずつ惹かれるようにくっついて、愛しさがキラキラ輝き絆になる、そでつまずいた、そうなんかな、まるで愛の結晶さ、長い時間かけながらもっと好きになって形ができてゆく、意識しないまま思いやりが育まれ、寒そうな季節が来たって気にならない、うえいえ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 、はぁ、布団かぶって同じ感じで聞いてます。皆さんも布団かぶって聞いてみてください。そうね、たくさんの人が聞いてるのと隣人が聞いてるのと同じ感じね。あ、ベベさん、また音符ありがとうございます。草刈木さん、ミラーボールありがとうございます。メダル収集人さん、今日も来てくださってありがとうございます。あ、ベベさん、音符ありがとうございます。声に透明感あって聞きやすい、よかった。草刈木さん、かわいい。タッキュンさん、ペンライトありがとうございます。俺らならアキラ先生に聞いてもらうより緊張しないだ、どうやろ、どういうことやろ、アキラ先生に聞いてもらうより、あー、そういうことか。いやいやいや、どっちも緊張する。いい感じだったよ、よかった。フルで決勝久しぶりに聞いて嬉しかった、よかった。もう久しぶりが私なんかで申し訳ないけど、うさみんやってるよ。なんかもううさみんになっちゃったけど、いい声、よかった。
公園だとここで、確かにね。イエーイみたいな。皆さん、はじめまして。NMB48 第10期生オーディション14番です。何っけ、何歌ってたっけ、なぎいち。なぎいち。かと思いよりも思い出を。決勝の3曲を聴いていただきました。って感じかな。布団の中で酸欠になりながら聴きますね。布団ね、酸欠ならないように気をつけてください。あとはピッチの取り方だけね。ありがとうございます。もうどしどし指導してください。提案、マスクして顔出し、いや、なんていうの、もう運営さんに、私はラジオですって言ってるので、ごめんなさい、できないです。おお、いい瀬取りですな。いいね、いいよーん。のぶとい声。続いては何やったっけね、ユリイカかな。ユリイカ行こっか。じゃあ一旦ね、ちょっと休憩します。はあ、ふう。この声はむしろ顔出しよりラジオ配信向き。よかった、でも向いてて。ながら聞きな感じで、軽い気持ちで聞いてください。どうぞ。よし、一旦ね、お茶も飲んで。豚のかぶり物。次はユニットコーナーにしない。確かにそれもそうか。ユニット曲あんまないんだね。ユニット曲はね、一旦ユリイカ歌っときます。あるかな、待ってよ。僕らのユリイカあった。飲む音まで聞こえるの。いいよん、じゃあ歌うよん。はあ、もうね、緊張しすぎてね、でもちゃんと手で振りしながら歌ってるから。コロワンさん、こんばんは。いつもの青よりもっと深い青だ。湾の内側の海は色変えきる。なぜ恋たちはここまで来るのだろう。愛をささやくには波音が必要。原付バイクを飛ばして家まで帰る道筋、わざと山側を選んできた。そういう夢で君を見ない。僕らのユリイカ発見したんだ。ずっと近くにいたのに初めての感情を。夏の太陽に目を細めた時、君のことを綺麗だと思った。多くの事実はそこに隠れている。ただの友達の境潮の流れ次第。
なぜ大人になると正直になれないの。愛の告白には砂浜が最適。2台のバイクが並んで国道からの脇道、海に行こうって言い出したのはどっちが先だってよかった。僕らのユリイカ思わず叫んだ。まさか同じ気持ちを持ち始めたこと、わかったこれだとピンときた。その時ギリシャの言葉を思い出したんだ。毎回歯がじわる。蚊取り線香、どういうことや。僕らのユリイカ発見したんだ。ずっと近くにいたのに初めての感情を、夏の太陽に目を細めた時、君のことを綺麗だと思った。アベベさん、音符ありがとうございます。ユリカめっちゃ合ってる、よかった。超絶かわいい、いいよ。ズレズレさん、ハートたくさんありがとうございます。アベベさん、音符ありがとうございます。ズレズレさん、ハートありがとうございます。歌い慣れてそう、よかった。ここの感想ダンスめっちゃ好き、わかりますね。めっちゃ可愛いよね、あそこ。ラーグ、ラーグオッターさん、こんばんは。感想ちゃんと口ずさむの好感持てる。テレレレレレレのとこね。リコーダーのお姉さん、こんばんは。リコーダーのお姉さんになっちゃってる。その教育番組みたいな。青い豆腐さん、バラ、たくさんありがとうございます。おもたーが。ああ。お茶を追加します。いててて。たっきゅんさん、同じ岡山、岡山の方やん。やったー。ありがとうございます。え、今これってさ、今の時はあの何、イヤホン切れてますよね。大丈夫ですよね。マータンさん、来てくださってありがとうございます。よし、次。飲みすぎ、いやいやいや、もうね、緊張で喉乾きまくりなんですよ。何行こうかな、次。めっちゃね、可愛い曲ばっかある。らしくない。まさかシンガポール。母校へ帰れ。僕はいない。僕だって泣いちゃうよ。僕が、あ、間違った。初恋至上主義。ドリアン少年。だってだってだって。高嶺のリンゴ。好きだ虫。しだれ柳。恋なんかノーセンキュー。北川賢治、イビサガール。アルバムとかシングルとかだったらこの辺かな。声は聞こえる、よかった。リコーダーで披露して、今ならばでお願いします。私なんかが歌っていいんですか。今ならば歌えるかな。うんうんうん。
なんかさ、普通にさ、聞く分にはさ聞くんだけど、なんか歌えるようになるまでこう聞くっていうのをあんましないからちょっとね、わからんくなるんですよ今ならば。初恋至上主義、了解です。ちょっと深呼吸しますね。よし、北川景子でお願いします。惜しいね、でもちょっと。この道を何回歩いただろう、あなたに会えるようで。街の角をいくつ立ち止まって探してきたか。時は期待をさせて何もなくすぎるもの。話してみたいと思っていたのにすれ違い。今ならばちゃんと言える見せなかったすべてのこと。今ならばそう素直に心を開けるんだ。待ち合わせした場所見つからずに一人で迷っていた。でも私の地図が違ってたと誤解していた。愛は過ぎ去ってから後で気づかされるもの。わかっていたのに言えなくて。今からじゃ遅いのかな、この思い伝えること。今からじゃ照れくさいけど会いたい、間に合うよね。二人はどこか似てる、誰より負けず嫌いで。合ってる？知らず知らずに競ってしまう。だから距離を置いていた。今ならばちゃんと言える見せなかったすべてのこと。今ならばそう素直に心を開けるんだ。これからはずっと言える違う道歩いてても、これからは空を見上げいつでも会いに行くよ。めっちゃいい、よかった。こういうテンポの曲が一番あ合うんか。イーヨンちゃんこんばんは、こんばんは。カムカバーさん、マルスさんこんばんは。アベベさん音符ありがとうございます。え、誰に聞いてる？ちょっと心配になったから聞いちゃった。ちょっとやばかったよね、あの辺。
ヨッシーさん、ありがとうございます。コメント卒業しないで、ね、加入してないわまだめちゃくちゃいい曲だけどね夕張さん、ヒョウ柄のタコさん、ありがとうございます。卒業しないで、ね、加入してもないです。でもちゃんと乗り越えてたと思う。よかった、乗り越えれた。まゆう神尾石さん、ヒョウ柄のタコさん、ありがとうございます。いいツッコミだった。つれづれさん、ハートありがとうございます。どうなんやろこれさ、自分の声がどれぐらい向こうに届いてるかわかんないから、もう私もう部屋から出れんかもしれん。緊張しすぎてめっちゃ汗かいてきた。多分布団かぶってるからやと思うけど。じゃあ初恋至上主義いくかな。大丈夫？ちゃんとさ、もう下手くそなんは自分でも分かってるからさ、ちゃんとなんていう聞けるぐらいのレベルかな。大丈夫かな。壁叩かれてなければ確かにね、怒られんかったら大丈夫かな。多分ね、うるさくしていい時間が多分10時とかまでだったんで、うるさくしていいっていう大丈夫い、よかった。トムトムさん、こんばんこんばんは。じゃあ行く、次行きますね。初恋からずっと君のことが好きだ。あの気持ちは変わっていない。街で偶然ばったり会った。何年ぶりだろう、クラス会のテーブル以来。田中は元気か、どうでもいい話して。君はシングルかな、さりげなく探り入れた。幼馴染って告白のタイミング、照れくさくて言えなくて、いつまでも友達だ。初恋からずっと気づかれないように、胸の奥で叫んでた愛は泣きブラビニュー。今更なんだけど、このまま見つめたい。だって僕は初恋至上主義。お互い何も変わってないね。それは褒め言葉か、もしかしたら願望かも。田中とはしばらく付き合っていたんだろう。わざと冗談っぽく過去形でぶっ込んでみた。君が幸せなら僕だって嬉しい。でもそれ以上にないプライベート。あの頃はじっと自分を抑えていたんだ。もう傷つくのが怖かった。はるせ I love you。 意地なしってことさ、もう昔に帰りたい。あとちょっぴり雪が欲しかった。めっちゃ難しい歌うのが。
あれから恋をいっぱいしたけど、初恋以上ときめくことはないよ。初恋からずっと、もう気づかれないように、もう目の奥で叫んでた愛は泣きブラビニュー。今更なんだけど、もうこのまま見つめたい。だって僕は初恋至上主義。じゃあまたねなんて叶わない約束して、初恋したい。私に初恋してください。田中って誰よ、誰なんですかね。アベベさん音符ありがとうございます。布団の中でいい感じに聞こえる、いい感じに聞こえるならよかった。皆さんもあの布団の中で聞いてくださったらよく聞こえるらしいので。一人で歌うの大めっちゃ大変やったこの曲。感想でお茶飲んでる雰囲気、本当にカラオケ店来てるみたい。JE さんお疲れ様です、ありがとうございます。難しいねこの曲、熱い。緊張した。あと1時間ね、よかったです、よかった。何歌おうかな、じゃあ次。48グループの曲ならある程度歌える。どうやろう。NGT さんと HKT さんと SKE さん以外、逆で言えばよかったか、 AKB さんと STU さんと NMB さんの方が一番歌いやすいかな、私的に。知ってる曲が多いかも。 NGT さんとかだとあの表題曲とか有名な曲ぐらいしか歌えないかも。母校へ帰れお願いします。母校へ帰れ、了解です。大好きな人歌える、歌えるかな。だ大好きな人を幸せになれですよね。STU さん、あ、一曲ね、息をする心が歌いたいので、 STU さんちょっと後で歌っていいですか。じゃあカラコンウィンク歌えるかな、覚えてるかな。一旦じゃあ母校へ帰れいきますね。母校帰りたい。岡山帰りたい。よし。人はいくつになったって失敗ばかりをするものだ。頑張っていたってダメな時もあるさ。そんなに落ち込むな。いつの間にか君も僕も大人になってしまったんだ。何も成長していない。自己嫌悪に落ちるのさ。どうやって生きていけばいいんだ。もう
し引き返してあの固定に立つんだ。さあここを描いて見失ってしまった夢は教室の机の中また一から探そうか。太陽があっという間に消えてしまうなんて知らなかった。このベンチに座ってずっと眺めてたからやっと気づいたんだ。生きることに必死すぎて大事なことを見逃していた。周りの景色も変わる、街の明かりも一斉にと思っただけじゃなかった。なぜ取り残された気がする。さあここを描いて帰る場所がなくなったらいつだって戻ってこい。あの言葉を思い出す。ここを描いて星も泣きたくなったらあの懐かしい校庭へ涙を捨てに行けよ。さあここを描いて何もできなかった自分思い出してやり直そう。もう一度なんかさすごい聞こえてくるんですけど、めっちゃ被せてくるなんかなんの第二の母校にしたい、したいね。母校だけに学校とかけて、なんだっけ、どっか行っちゃったコメントが。そのここお葬式と解くその心はどちらも線香がある急にアベベさんおっぱいありがとうございます。いろいろあったから母校には帰れません。いろいろあったの？推しが全員選抜、推し誰なんだろう松潤さん、タコさんありがとうございます。潤さんこんばんは。隣の子立ってるんじゃない？嘘、もしかして隣の子だったか114番のイオンです、よろしくお願いします。潤さん隣の子だったのかこれもちょっと難しかった歌うの彼女になれますか？もいいね、待ってね、どうしよう、息をする心から行こうかな。じゃあちょっとこっからは他のグループさんのもねうん私めちゃくちゃ大好きな曲なんですよ、この曲が。彼女になれますかの前なんだったっけ、もう一個出てたよね曲、なんだったっけ、あカラコンウィンクか。 OK です、
岡山帰りたいって、私ね大阪に住んでるんですよ、大学が大阪なので。うん、難しくてもサビでちゃんと歌えてるの尊敬する、よかった縁より続くようにが好きです。ありふれた毎日が今の僕のか、いいよね。ちなみにこの名前は風を待つ、それが恋と、待って待って、風を待とうこの岬で、もう少しで春は来るはず、最後のあれですよね、気づいた今さらってよし、じゃあ歌いますね。そう、岡山県出身ですけど、私今大阪に住んでます。緊張するもうずっと緊張してる真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる、太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる、夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい、君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている、君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ、好きだ好きだ声に出してみる、君が君が好きだ、星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う、目を閉じるのがもったいなくて息ができない、きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう、ああ明日になればもう一度生まれ変われる、昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ、息の仕方変えよう、君に教えられた新しい世界よ、思っていたよりも人生は楽しい、気づかされた孤独ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ、好きだ生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで、
誰か好きになると知らぬ間に微笑む思い浮かべるたび幸せな気持ちに君と巡り合って僕は楽になった普通に息を吸って普通に吐いている君を好きになって肩の力が抜けた僕は僕のままで変わらなくていいんだ好きだ好きだ声に出してみる君が好きだSTU48さんの息をする心を歌わせていただきました俺もアベベさん音符ありがとうございます広島の屋上でイーヨンティャンが歌ってる姿が目に浮かぶいいよね MV もね可愛いよね好きだ感じが違うカールくんさん初見ですありがとうございます声質が合ってる声質が合ってるってめっちゃ言ってくれるよかっただからこの配信見てると自然と笑顔になってるのかよかった笑顔にできてますかグサンシャインさんこんばんはパチパチよかった初めて聞いたけどいい曲本当にいい曲なんですよ STU さんのね私川又アナさんがすごいね大好きなんですけどこの曲で卒業されちゃってあの去年の夏のねなんかずっとねだからこの曲ねずっとね聴いてなかったんですよ悲しくなるからでもね去年の夏にツアー行った時にねあの歌われてるの聞いてもうボロ泣きしちゃってもうライブで素晴らしいよかったイーヨンちゃんがこれを歌うともうね涙出そうになる涙出してくださいHANS さん初見ですありがとうございますつれづれさんすごくよかったですよかったそう卒業されちゃったんですよ大好きな川又アナさんがジュニアさん、ヒョウ柄のタコさん、ありがとうございます。それあんなくね、泣いちゃった。めちゃめちゃ泣いた。ライブでめちゃめちゃ泣いた。一緒だった？一緒？なんか、そう、新しくね初訪問来てくださった方114番のイーヨンちゃんって言います岡山県出身の20歳です何を言おうと思ってたっけなんやったっけ忘れちゃった次なんやったっけカラコンウィンクか歌える？カラコンウィンク。そういうエピソードもっとちょうだい。どういうエピソードかな？そういう系のエピソードか。夢力もいいね。夢力。サビだけ踊れます。そう、ちょっとこれさ。もしかしたら、あの、1番だけにしよう。1番だけでいいですか？で、終わるね、じゃあ、これ。ちょっとあんま自信ないから。一旦1番まで歌ってみます。
ーさん、こんばんは、こんばんは。素足ではまだ寒い、日差しが春色の渚、いつものクラスメイトと最後にはしゃいでた。今しかないタイミングでどうすればいいの、カラコンウィンク、そっとあなたに特別なこの眼差し、好きですと言えなくて一瞬で伝えたい、右目から I love you、 ヘーゼル系の瞳、その奥で本当の私を知って、レンズ越しで見なくちゃ恥ずかしいじゃない、片思いからこよしちょっとね、ダメだったね一旦ね、ちょっと2番歌える自信なかったから頑張った、よかった。よしさん、こんばんは、こんばんは。3日前にいいな劇場行きたい、 AKB さんの。とりあえず私劇場公演行きたいST のライブ行ってた、こちら側だった、そう私もそっち側ですとしさん、こんばんは。何やったっけ、彼女になれますかね、なれますか。え、いいよね、めっちゃさ、私めちゃめちゃひたすら歌ってるけど大丈夫。キーヌータ公園さん、カラコンウィンクいいよね、めちゃくちゃいいですよね。 AKB さん、私は村山優里さんが大好きです。彼女になれます彼女にしてください。歌の練習していきましょい、頑張ります2番のお弁当作ってる振りが好き、わかる、あれね、あの足上げて、あの足のところトン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 ってやるやつですよね、トン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 って。大丈夫、彼女になります、嫌なってくださいぜひぜひしてくださいそれですね、トン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 みたいな。まさかこんな日が来るなんて思わなかった、憧れてた先輩から不意に声をかけられた、私の名前知ってたことびっくりしちゃう、バスケットのインターハイ応援に来てと周りの友達が癒し立てるよ、ヒューブヒューブ、私はあなたの彼女になれますか、ずうずうしい質問ですが聞かせてほしい、これからあなたの彼女になれますか、夢見がちな性格なので教えてほしい、ダメならダメと心の準備させてください、
私めちゃめちゃ好きです。私も一番好きです。だってライバルが多いから信じられない。ワンオンただの遊びだったら悲しいね。試合の日には他の誰か呼んでないかな。あの噂のチアリーダーちょっと気になっちゃう。困ってるその顔もかっこよすぎるわ。ヒューブヒューブあなたにお弁当を作っていいですか。早起きして作っていいか答えてほしい。私がお弁当を作っていいですか。調子に乗る大型なので叱ってほしい。嫌なら嫌とはっきり首を振ってください。お弁当は作れないです。私料理ごめんなさい苦手です。お弁当苦手なんです。チャンスに攻めないと悔いが残るから。ヒューブヒューブ私はあなたの彼女になれますか。つうつうしい質問ですが聞かせてほしい。これからあなたの彼女になれますか。夢見がちな性格なので教えてほしい。ダメならダメと心の準備させてください。お弁当一緒に作るのが楽しいのよね。私ちょっとお弁当は苦手なので一緒にね作りましょう。よし。歌ってくれてありがとうございます。いやいやあのリクエストありがとうございます。リセット公演のアンコール、星沢のミステイクが一番好き。なんかリセット公演って本当に私ね、でもね加入したら絶対一回はやりたいのが本当にリセット公演なんですよ。うん、ユニットは絶対にあの奇跡は間に合わないがやりたい。いやいい声でした、よかった。うん、リセット公演はあのあれですよね、もう最初なんかもう最初もうドドドドンってなんかすごいさあのアップテンポの曲がもう一気にさ来るのがめちゃくちゃ好きです。もうあれチーム M でリセット公演してたよね。ね、もう私だってもうそのチーム M さんのリセット公演でリセット公演が一番好きになりました、本当に。そうそう、畳み込むのがいい感じ。そうそうそう、もうさ最初にあのめちゃくちゃ上がるのがいいですよね。水軍スピリットさん、騎士ベネハさん、ハンさん、ただダダダさん、ヤスさん、ありがとうございます。ぜひコメントとかよければしてくださったら嬉しいです。あとタコさんのギフトも待ってます。チャーハン定食さん、こんばんは。こんばんは。リセット公演の頃は NMB、 いいな、めちゃくちゃ羨ましいね。木下さんのね、もうあの時のねチーム M さんが私一番大好きなんですよ、本当に大好きなんです。川佐徹さん、レインボースターありがとうございます。チーム M の奇跡は間に合わないのメンツ強すぎるのよ、わかる、めっちゃわかります。めちゃくちゃいいですよね。なんかさ、もう私にとってさ
推しメンの奇跡は間に合わないは絶対一度見たいみたいなさ、何あれがあるんですよもう奇跡は間に合わないがもう好きすぎて、そうでさ、石塚あかりさんがそう、その当時してたじゃないですか。で太田ゆりさんも一回じゃないや、そのライブでやってたじゃないですか。何のライブだったか忘れたけどで小島かりんさんもやってましたよね。何のライブだったかな、周年コンサートとかでしたよね。噛みまくりそうで周年コンサートでやってて、もあの瞬間も待ちわびすぎてて、私はもうやっと見れたって感じで、でそう今はねみひなさんやってますよね。もうそれであのコンプしたんですよ私コンプしたんですよ絶対に推しメンの奇跡は間に合わないはあの見たいっていう私のなんかメイさんこんばんは、こんばんは、似合いそう、やりたいんですよね。結構知ってておもろいおもろいおもろいんや。そうと個人的にはもう小島かりんさんの奇跡は間に合わない見れた時はもうめちゃめちゃ熱かったですね。そのエピソードトークおもろいからオーディションでも熱く語れるよさんのね奇跡は間に合わないはねちょっとなんか難しいかなと思ってたんですよ。もう結構待たないといけないかなと思ってたらびっくりした、だからあの初日の時かな、めちゃめちゃかっこよかったですもんあの衣装は一度着てみたい、すごく憧れがあります。暑い次何行こっかな、まだあと30分や待ってね、画面がカラオケから、どうしよう、どうやるんだったっけ、こうか、やばいやばいやばい、待ってねコメントどこ行ったっけ、どこやったっけ。ケンさん、レモンの年越してますか。うん、でも歌えるかな、イーヨンテンティアンが歌う奇跡を公演で見たいな、私もやりたいので、ぜひやる時が来たらぜひ見てもらいたいです。あと30分、喉は大丈夫、喉は大丈夫、結構歌ったよね、何曲歌ったんやろそうだから AKB さん、 NMB さん、 STU さんなら多分歌える曲多いかな。ゆさんこんばんは、こんばんは、114番のイーヨンです、よろしくお願いします。どうやるんだったっけ、あった NMB さんだったら、え、一回ね、そう一回なんかめちゃくちゃ甘々な配信しようかなって思ってて今さ私こんなんやからさ、全然さなんていうの、あざといい感じのキャラじゃないから、一回ちょっと頑張ってあざとく配信してみて、その時になんか甘めな曲を歌いたいなと思ってて、そう
NMB の中だったらね、ここには妄想ガールフレンドとかワルキーとかナメクジハートとか、もう絶対私のキャラじゃ歌わないような曲とかもあるので、いつかそのめちゃくちゃ甘々配信みたいなのやりたいですね。企画でね、企画だからねあ、すいません、コメントするの、いやいやいや、何甘々だとワルキー、そうワルキーとかはだからその甘々配信の時に頑張ろうかなって思った安高さん、こんばん、こんばんは。甘神姫は違う甘さ、うん、確かにねちょっとなんか甘々系の曲何があるかな、他に。甘々もいいけど圧かけまくりのカラカラもあってもいいよ。難しいね、甘々より難しくない、それ。ど、圧ってことは何、もう私だけ見ててみたいな感じのってこと。でもそれもなんだかんだ結構なんやろ、自分にとってはさ、あざといって思うよねクインテッドの曲、クインテッドさんの曲あるかな。ないかも。ショックなんですけど。ピンク色の世界とかは色で言ったらめちゃくちゃ甘々だね。野蛮なソフトクリームね、甘いね。でもないような気がする、カラオケで。私だけを見て私だけ見てて系配信ね、それ系のね、キャラの時もね。カラオケだと公演曲ちょっとね少ないもんね。キャンディー、うわーめっちゃ甘いめっちゃ甘いね。何やったっけ最初、 50cc バイクでちょっとその辺までかなよね。雨の動物園いいね。乙女のアイス、カラオケないな。私もアイドル失格めっちゃ見てました。もう毎週もう本当に楽しみで仕方なくって。キャンディーね、めっちゃいい、甘いな。明日じゃあとりあえず次行こっか。何にしよう、待ってね。胸焼けしそう甘々すぎて。らしくない、僕はいない、僕だって泣いちゃうよ、僕だけのシークレットタイム、僕がもう少し大胆なら、冬将軍のリグレット、虹の作り方、ドリアン少年、届かなそうで届くもの、太宰治も読んだか、だってだってだって、高嶺のリンゴ、青春のラップタイム、杉田虫、しだれ柳、しがみついた青春、最後のカタルシス、恋なんかのセンキュー、君と出会って僕は変わった、北川賢治、イビサガール、一週間全部が月曜日ならいいのに、アーモンドクロワッサン計画、甘神姫、この辺あたりかな歌えるのはせっかくなんで後ろに書いてる曲は冬将軍、僕だけのシークレットタイムしかないのか、後ろに書いてるやつだったら、ね、多分私の多分に歌うとしたら苦手系な曲なんだと思うんですよね。いけるかな、結構早いよね息切れしそう。まあ言っとくか、言っときますわ。
っと待って、エアコン切れたからつけるね。頑張ってみます。ちょっとね、もうみんな多分みんな、ね、寝だした時間かな、大丈夫かな。よし。行きます。こっちを見てよ baby、 君は素敵なレディ、離れた場所からハッピーデイズ、僕の天使だ baby、 話したいけどレディ、声なんてかけられない。誰か好きになると毎日が楽しい、もう叶わない願いも幸せのイントロ、Love you, love you, love you、 胸のどこかで歌が聞こえる、ほら優しいメロディ、 Love you, love you, love you、 知らないうちに口ずさんでるこの胸のコーラス、チュルチュ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 ルチュ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 、ご機嫌なこのリズム、 Love you, love you, love you、 そっと唇動かしながら僕だけのシークレットアイ。難しいかも。目が合うだけでベイビーハッとするんだレディ、息が止まりそうさハッピーデイズ、なんて綺麗なベイビー、見とれてしまうレディ、僕は動けなくなるよ、君は仲間たちと笑って喋ってる、もう手を伸ばせば消える、この恋はシャボン玉、愛の愛の愛のたった一瞬の夢の出来事、そう儚いストーリー、愛の愛の愛の誰も知らない切ない気持ち、僕だけのロマンス、チュルチュ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 ルチュ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 、届かないこの叫び、愛の愛の愛の同じ時間にここで待ってる、僕たちのシークレットアイ、僕はこれで満足してる、だって今は君と同じ空気を吸ってる、こんな近くで Love you, love you, love you、 I know, I know, I know、 One, two, three, four、Love you, love you, love you、 胸のどこかで歌が聞こえる、ほら優しいメロディ、 Love you, love you, love you、 知らないうちに口ずさんでるこの胸のコーラス、チュルチュ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 ルルチュ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 、ご機嫌なこのリズム、 Love you, love you, love you、 そっと唇動かしながら僕だけのシークレットアイ、公園でよく聞いたな。まゆゆかみおいしさん、ハートありがとうございます。トロロンさん、こんばんは、こんばんは。うっかりたんさん、音符ありがとうございます。アベベさん、音符ありがとうございます。いい感じ、よかった。テリオさん、中毒性ある歌声、録音しとこうかな。はじめまして、はじめまして。
中毒性あるんや。よかった。つれづれさん、パチパチパチ。ジュニアさんもパチパチありがとうございます。川さとるさんもありがとうございます。難しいね。やっぱ聞く分と歌う分には全然違う。まゆゆ神おじさん、ハートたくさんありがとうございます。丹波のいがぐりさん、音符ありがとうございます。あと20分だね。歌うと自分の声が気になる。めちゃくちゃわかる。もう自分の声嫌いすぎて嫌すぎてね、もうね、片方しかね、耳つけてないんですよ。イヤホン。野原しんのすけのすけさん、ひなさん、ゆみごんさん、ありがとうございます。来てくださって。嫌だ、めっちゃ嬉しい。嫌だって思ってくれるのが。何歌おっかな。じゃあいっぱいまで55分ぐらいからランキング読めば間に合うと思うので。ユミゴンさん、カズッチさん、アさん、ユミ、ミユさん、ありがとうございます。感想でもランキング読めるよ。めちゃめちゃギリギリだね。ギリギリまで頑張るやつね。じゃあ声交換しようか。しようしようね。なんかさ、自分の声って一番嫌いですよね。私ももう嫌だもんこれ。何しよっかな。歌いやすいのがいいな。明日月曜日なんでこの曲歌おうかな。僕の福山雅治さんボイスあげようか。めちゃくちゃいいじゃないですか。めっちゃ歌うまく歌える。1週間歌おうかな。歌えるかな。でも明日月曜日っていう理由で選んだけど。いけるかな。よし、布団かぶって、よしよし。頑張ろう。